はい、基本一人です。いつもありがとうございます。12月もね、半ばになりましたけど、まだそんな寒くないですね。今日はね、風もあんまりないんでね、ちょっと外に行こうと思います。お弁当シリーズ第2弾ということでね、今回ね、またお弁当をね、作ってね、ちょっとね、どっか行ってこようかなと思います。昨日ですね、フライをね、だいぶ揚げたんですけどね、明日お弁当を持ってね、どっか行こうかななんていうことも考えたもんですから、ちょっと多めに揚げてですね、こちらに入れときました。今回はね、あんまりお弁当の調理をね、ちょっとあんまり時間割きたくないんでね、ちょっと多めにね、フライを揚げて、おかず作っときましたんでね、料理の方は適当に簡単に済ませられると思います。まずゆで卵。茹でたブロッコリーですね。これもよく茹でますね、一緒に。あとフライ、ハムカツと、チキンですね。鶏の唐揚げ。あとフライドポテトですね。これにまあご飯をね、詰め込んで、ちゃっちゃと、作って、出発したいと思います。はい。まずはね、こちら、ちょっと軽く温めますね。すごくね、温めるというよりは軽く温めて、まあちょっとね、ぬくもりがある程度には戻しておこうと思います。まあ多分ね、想定ではね、1時間半後ぐらいにはね、ちょっとご飯食べれると思うんでね、ちょっとだけ温めときます。こういうね、大きなお弁当箱ね、ちょっと加減がわからないですね、ご飯の量とかね。だからね、こんな感じで茶碗で測ってやっていきます。1杯半ぐらいかな。まあ1杯半よりちょっと多いぐらいかな。いまいちね、ちょっと容量がわからないというか、こう、きれいにできませんね。ちょっとね、こんな感じでいいかな。敷居を作っときましょう。切っときますね。はい。レタスを乗せてきますね。はい。そしてこの上からどさっと乗せちゃえ。もう、かけちゃいます。よいしょ。これでかけちゃえ。ポテトをちょっと横にスペースがあるんで。入れていきます。大丈夫かな？ちょっとレタスが多いな。レタスこの辺にちょっと。かさばるレタスが意外と。はい、マヨネーズほとんどないですけど、かけてきます。そしてブロッコリーをちょっと切るかな。よいしょ。コッと切ってのっけます。ああ、今すぐ食べたいね。もう時間的には食べたい時間なんですよ。で、こちらの唐揚げをのせて、ちょっとレタスは余っちゃったかな。下の段にね、あれがありますね。ハムカツですね。ハムカツとフライドポテトがあります。フライドポテト、ちょっとこっちの方にちょっと入れとくか。よいしょ。うまく切れなかったね。これでいいかな。はい。おかず多めでね、あとマヨネーズ。こうなった時ね、少なくなった時ね、こうやって遠心力使って振ると、いいですね。振るとね、最後までしっかり使えますね。見栄えいまいちかな？そうでもないかな？はい。
出来上がりです。よいしょ、ということでね、これ持っていきますね。あとはちょっとコーヒーをね飲みたいと思うんで、そちらを用意していきます。はい、こちらの魔法瓶にですね、お湯を入れてきますけど、まずはね、魔法瓶の中を温めながら、お湯を入れてきますね。はい、これをね、中も温まってると思うんで、再加熱。かなりね、水蒸気が上がってるんでね、はい、これでね、かなり温度はね、なかなか下がらないと思います。じゃあこれでコーヒーもできたんで、行ってきます。はい、15年ぶりぐらいでこの辺来ましたね。風力発電のね、設備ができてますね。こっちが北側、ここの遠くにも海の入り口が見えますね。もう少し、灯台があったんでね、行ってみます。天竜川のね、河口沿いの海ですね。釣りをねしてるおじさんたちが結構いっぱいいますね。そして風力発電がね、15年前はなかったですね、風力発電ね。灯台はありましたけどね。海岸沿いに車止めてある車、ほとんどジムニーですね。さすがジムニーという感じです。僕はちょっと怖くてね、海岸沿いはちょっとね止めれませんね、そこまで行けません。戻ってこれなくなる可能性があるんでね。ちょっとお腹減ったからご飯食べるかね。いいですね、ここね、車で家から20分ぐらいですね。いい場所です。昔はね、結構年に2回ぐらい来てたんだけどね、東北の地震でね、津波の映像を見てからね、ちょっと怖くなって、海沿いはね割と寄りつかなくなりました。こっちにね、灯台がちょっと映ってるんだけどね、分かりにくいっすね、白いからね。まあいいや、もうお腹減っちゃったから食べます。割り箸ね、今回ね持ってくるの忘れそうになって、土壇場で気がついた。いただきます。灯台ね、ここ灯台。うまい。ブロッコリーね。唐揚げ。
車でね20分ですけどね、来てよかったね。これだけ美味しかったら報われますよ。人もね近くにいないから恥ずかしくないしね、お弁当食べても。献立的には昨日の夜と全く同じおかずですけどね、ほとんど。それでも美味しいし、まあもともと好きなおかずなんで、以前来た時はですね、流木とかあとねゴミですね、プラスチックのゴミなんかがね結構、砂浜にね結構打ち上げられてたんですけどね、今回来たらすごく綺麗でですね、整備されてて、風力発電があったりなんかして、なんかすごくねいい場所になってましたね。やっぱりね海はねゴミがねあるとね結構ね、それだけでね楽しくなくなるんでね、すごく良かったです。一応ね加工を写しときますね。向こう岸は浜松市ですね。意外と天竜川の河口ってね意外と広くないんだなっていうのがね今の認識です。こちらは岩田市側ですね。ちょうど船が来ましたね。ここで川の水とね、真水と塩水が混ざるわけですね。向こう岸もね、釣りにはいいみたいでね、ジムニーみたいな車がね、2の、4の、6の、8の、10台止まってますね。今船が浜松市の方行ってますね。という感じでコーヒー作ってきます。ちょっとね場所を変えましたね。少し蒸らしてます。なかなかねあの久しぶりに来た場所なんでね、こううまく映す感じがねできないですね。もうちょっとね、カメラアングルね、景色も良くてコーヒー飲んでる感じがね出ればいいなと思うんだけど、なかなかそうもいかない。はい、当然ゴミは持ち帰りますが、はい、お弁当箱の中に入れていくかゴミをね。よいしょ、この中入れて、はい、いただきます。この場所久しぶりに来たんですけどね、改めていい場所だなと思いましたね。
帰り際にね、ちょっといろいろ見たらですね、また新たにね、いい場所見つけたんで、その場所はね、次回またお弁当を持ってね、コーヒーを飲んだり、していこうかななんて思いましたね。あんまりリラックスしちゃうとなんか喋ることが全然浮かばなくなっちゃうね、本当に。やっぱり海沿いでね、本当に空気もね、すごく綺麗だしね。僕はね、釣りがちょっと、苦手というか、あんまり好きじゃないんでね。子供の頃やったことあるけど、これ釣りとか、ね、好きだったらね、いい場所なんですよね、ここね。平日なのにね、本当に車がね、30台ぐらいいるんかな。ほとんど釣りです。すごいいい場所なんでしょうね。ごちそうさまでした。ちょっとね、うだうだしてから帰ろうかな。一応ネットもね、できるように一応ポケット Wi-Fi も持ってきたんですね。ということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本一人でした。